まあ才能は激しいと僕は思ってます。ええー、まあ世の中でですね、表現者として生きてる人っていろいろいると思うんです。まあ小説家でも漫画家さんでも音楽でもね、あるいはその言論をやってる人でも、えー、表現者として、まあ世の中でそれなりに知られている人、まあ一見ですね、あの穏やかでまろやかで、世間とまったり付き合っているような人でも、実際その人と話してね、あの本音が出るような形で会話すると、ま大、 っっててほとんんど例外なくでですすねね激しいものを持る、ね、考えてみるとそもそも世間の大多数というかですね、えー、その大勢の意見と同じ自分は同じですと言うんだったらばそもそも表現をするモチベーションがないし、えー、意味がないわけで何かその人が世の中の、まあ、通り一遍の考え方と違うものを持ってるからこそ表現をすることに意味があるしその人自身にもモチベーションがあるし、えー、その人がその人 えー、何か言うべきことがあるからこそ表現者になるわけで。ただね、その激しさっていうのは必要条件ではあるけど十分条件ではない。世の中には激しいままにうまく着地できなくて、えー、まあ、激しいまま、ふつふつと生きている方もたくさんいらっしゃいます。で、だから表現っていうのは、あの、激しいものがまどやかになるための、まあ、なごみをね、見つけるための手段であると考えるととてもわかりやすい。 えー、つまり表現というものを通して、本来激しくて世の中とうまく折り合いをつけられない人が、まあ、えー、折り合いをつけられるという、そういう、まあ、生きるということにやっぱりね、寄り添ってることが、僕は表現だと思うんですよね。あの、この一般則はですね、何が大事かというと、一見今世の中で受け入れられていて、名称になっていて、ね、それで、あの、まあ、予定調和にもさえも見えるような、そういう表現があったとしたら、その表現をしてる人の背後、内面にはね、 常に激しさがあるということこれを、ね、知っておくと何がいいかというと、まあ、今例えばこの動画を見てる人で年齢に関係なくね別に若者ってわけだけじゃないです。年齢に関係なくね自分は表現者になりたいんだ表現者を志してるんだっていう人がいてその人が自分の中に激しさを持ってたとしたらその激しさと世間でもう既にエスタブリッシュされている表現との間の距離というものを測り間違えなくて済むあなたは同じスタートラインに立っているんですよ。 激しさといいう意味おてはねただそれがうまく表現という形で着地できると激しかったものが一見まろやかで世間と予定調和である商業主義にさえ寄り添えるようなものになっているように見えるんですけど実は起源は同じそのことを知ることがとても大事なことだと僕は思っています。